身の程知らずでありすな。わっちの本気今見せんしょ。これくらい朝飯前でありんす。シャドウはん、今日はよく来てくれんした。心ばかりの食事ではありんすが、召し上がっておくんなし。随分と豪勢なものだ。無法都市の一件では世話になりんした、その礼でありんす。それにアルファたちと手を組んだという話は聞いている。さすがシャドウはん、お耳が早いこと。つまり彼女も影の実力者プレイに興味があるってことだよね。あれ、じゃあ今日呼ばれたのも何かのプレイの一環とか。よく考えてみればこれは二人きりの密会、影の実力者を演出する絶好のシチュエーション。シャドウはん、そんなに見つめられると困りんす。いえ、決して嫌ということではありんせん。わっちの心の準備が。とにかく冷める前に食事を食べなし。ああ、いただこう。お口に合えばよろしいすが。ふむ、うん、まっ。なんかこう高級な味がする。って影の実力者たるもの、美味しい料理にうつつを抜かしてちゃダメだ。聞くことは聞かないと。時に何か言いたいことがあったのでは。え？え？食事に誘うのは口実、あわよくばもっと仲良くなりたいなんて下心は確かにありんした。シャドウハンは鋭いお人、もしかしてそんなことも見抜かれていた。さすがはシャドウハン、主さんに隠し事なんてできんせん。わちの魂胆などお見通しでありんしたか。食事というのはあくまで建前、本当はもっとシャドウハンと深い仲になりたいと思いんして。深い仲、なるほど、同志ってことね。ユキメはもっとコアな影の実力者プレイがしたい。仕方ないな。偽札を作ってた時からそういう適性はあると思ってたんだよ。やっぱり僕の目に狂いはなかった。よし、彼女がそのつもりなら全力で乗ろう。確か今の無法都市では。ならば我と共に来るか。一体どこへ。全てを語らずともわかるはず。今宵我はこの地に潜む欲深い獣を狩る。人知れず盗賊狩りをする謎の人物、後の伏線になりそうな展開を作っておくのがコアなプレイってものだよね。欲深い獣、まさか。先日ある話を聞きした。ジャガノートがいなくなったことで黒の塔の残党が暴れていると。うん、獣とはその残党でありんしょ。無法都市の治安を守ろうとしてくれるなんて、主さんというお人は本当に。うん、シャドウハンはそんな大事な仕事にワッチを誘ってくれた。深い仲になりたいというワッチの思いを受け止めてくれてのこと。いえ、ワッチの思いだけじゃありんせん。シャドウハンは自分に何ら関わりのない民のことまで考えてるお人。本当に叶いんせんな。ああ、なんだか話が噛み合ってない気がするけど、まあいいや。今はしばし食事を楽しもう。本番はそれからだ。今のうちにこの豪華ディナーを味わっておかないと。あらあら、シャドウハン、そんなに急いで食べずとも獣は逃げたりしんせんよ。わっちは分かっておりんす。一刻も早く無法都市の安寧を民に届けたい、そうお考えでありんしょ。優しいお人。シャドウハン、お待ちしていんした。あの日のお礼をしようと探しておりんしたが。相変わらず興味なさそうなお顔。
せやけど、今日こそ受け取っていただきんしょう。それがわっちなりの誠意でありんす。せやから今日はわっちにシャドウ派の時間をちょっとばかり分けてくんないし。尻尾のおしゃれは仕事であり趣味でありんす。一本一本こだわりを持って着飾っていんすよ。最近は気になる殿方もできんしたし。人は利のみで動くにあらず、わちはお金儲けは好きですけど、組む相手はしっかり選ぶ主義でありんす。わっちは案外子供が好きでありんす。色町に集う大人ばかりを見ていると、子供の純粋さに憧れを抱くこともありんして。貸し借りをより重く考える、商いを営む者として大事なことでありんす。つまり早く恩を返させておくんなし。シャドウはもっと地高によりなし。あら、照れておられる。シャドウはも可愛いところがありんすな。シャドウ派の好みの女になりたいなんて冗談。そういう依存して生きてくような女はお好みではありんせんでしょ。わっちのこと知りたいでありんすか。